はい今回は安倍晋三について考えていきます過去にですね最低発言をしたんですねみっともない憲法と言ったんですよえこの発言がいかにおかしいのか内閣総理大臣として一人の議員としてえあるいはですね人としておかしいまあ、そういったことを考えていきますで安倍晋三をですね評価する人が今もいますがいかにひどい政権だったのかっていうのを様々な角度からですね考えていこうと思いますので今回もよろしくお願いいたします あの安倍をいいっていう人が今もいるんですが僕たち日本国民の生活が厳しくなったのは安倍のせいですからね安倍だけのせいではないといえばそうですがこの厳しい日本経済の大きな原因ウェイトを占めるのは安倍晋三アベノミックスですなぜそういったことをね分かっているのか分からないのか知りませんけど「安倍さーん」とかって言ってるんでね目覚ませよって思うんですけどで今回はですねこの憲法について。 安倍のあり,ありえない発言ね、みっともない憲法ってこの話はまあまあ有名なんでご存知の方もいらっしゃるかと思うんで、まあ、このことを考えていきます自民党の総裁選がですね、まあ、注目されており、まあ、ポスターが出てるんですがその中心に安倍晋三がいるっていうことはこれは何を意味するんでしょうか みっともない憲法と国民をです、ね、見下す、あるいはです、ね、こんなことを言う、ねえまあ、議員というか、内閣総理大臣はいませんえ、いてはいけません、あってはいけません、そしてそういった、ね、安倍晋三の考えを受け継いでいるのが今の自民党の売国党たちことですこの憲法改正の話をいつもしてますが、え憲法を改正するとです、ね、9条がなくなる、基本的人権がなくなる、緊急事態条項が導入される、徴兵制が導入される。 国民にとってマイナスでしかありません。僕たち日本国民を守ってくれてるですね、この現憲法これをですねみっともない憲法という安倍晋三こそがまさに「売国度」日本国民と対立する側にいる人間であると認識するべきです僕は安倍晋三が大っ嫌いですけどこういった人間だから嫌いなんですよ別に何にもなくてね嫌ってるとかそんなことはないんですよでマスコミがですねこういったことをほとんど報道しないんで マスコミとかの話だけを信じるとですねなんか安倍がいい政治家みたいなふうに思うのかしれませんが安倍っていうのは安倍のミックスで日本経済をズタボロにしたんですよね。日本国民の経済格差をどん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 広げて日本国民のね、えー、自丸者をどん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 出して大企業を優遇してアメリカに忖度していたそれがアベノミックス安倍晋三の正体です。 なんんででそうういった人間を評価するんでしょうね。僕には全く意味がわからないんですけど8年8ヶ月の長期政権だった何でだか分かってますかと丸のズル選挙をしたからですよあるいは安倍はですねこの大企業のね自民党がそうですが組織票をうまくねとうの組織票をうまく差配していたからですよ別に政権が長いから安倍がいいなんてことはどこにもないんですよきちんと今回どういったねおかしなことをしていたのかっていうのをお伝えしますが そしてその安倍晋三がですね、政権中に目標としていた安倍のお、まあ、悲願、安倍の祈願と言われていたものがあるんですが、それが憲法改正なるぬ憲法改悪、本当に売国度で話になりませんからね。で、あの安倍に関しては、まあ多分皆さんは支持しない方がほとんどだと思いますし、まあ、僕は大っ嫌いなんでねえ、全く一味でもどこも支持しませんが、 もともと頭が悪いのかっていう意見もあるんですが、おそらく僕はあ頭も悪いと思いますが、頭が悪いんではなく、生まれながらにして売国の役割なんですよ、この男は。祖父の岸信介の時からですね、満州人脈、日本をです、ね、外国に売国、切り売りするのがこの安倍晋三、ないしは岸信介のこの、ね、家族ですから、だからそれに沿って日本を売国してるっていうことです。おかしいとしか思えません。 このですね、安倍晋三のみっともない憲法っていう話がいかにおかしいのか例えばね憲法に関して、まあ、僕は改正する必要とか全くないと思いますが憲法に関して考え方が違うっていうのは別にわかるんですよそれは考え方は人それぞれっていうのかもしれませんがでも憲法ってのは何かっていう話ですよね国の最高法規なわけですよでこの日本国憲法の精神を国民は理解しこの憲法を遵守するっていうことが これ議員とか内閣総理大臣にとって当たり前のことなんですよ。っていうか、こういったことを大切にしないといけないことなんですよ。それに対して安倍晋三はみっともないって言ったんですよ。で、このことは、その発言をした当時あの、ね、大きく炎上したんで、みっともないのは安倍晋三だって言われて、本当にそう思います。この売国度、話になりませんからね。で、例えば僕はこういった話をすると、なんだろう、そんなことは、そんなことはあるんですよ。 安倍があ、まあ、憲法違反を繰り返したあ、繰り返したっていうか、まあ、一つの、ねえーまあ、ものっていうのはいくつもありますが、このね、安保の件ですよ、あのまあ、その法律に関して、えーまあ、法律の学者たちが憲法違反であるっていうね、えー、この安保法を強行採決した、完全にこれ、憲法違反なんですよ。内閣総理大臣が普通に黙って憲法違反をするって異常じゃないですか。 だからこの憲法違反を繰り返す安倍晋三が長期政権をしていたことっていうのはこれが日本にとって大きなマイナスなんですね。でこの安倍晋三っていったものを放置してこの憲法違反を繰り返して政権維持をさせたまあ言うなれば国民のこれは責任でもありますしマスコミの責任でもあるんですよ、まあ、安倍晋三っていう売国度の責任が一番大きいですが。で まあこれは僕の調べて考えた解釈なんですが、なぜですね、この安倍晋三っていうこの売国度が、みっともない憲法というのかっていうと、安倍晋三はですね、思ってることが多分あるんですよ。憲法をどうしたいのかっていう安倍晋三の中での思いがあるんですよね。冬丸の協議、あるいはですね、米の言いなりに憲法を変えたいんですよ。だから僕たち国民のことを守ってくれる現憲法ですよ。安倍は救助をなくしたいんですよ。で基本的人権もなくしたいんですよ。 緊急事態条項をを入入れれて徴兵制を、ね、入れたいんですよ話にならないでしょ。あの今どうなってるか知りませんけどあの世に言ったからってこういうことを言ったりやったりする人間それで済むのか国民にとってマイナスなことしかしてないのが安倍晋三だからね僕はそう思ってますよ。安倍さんって言ってる人今もいますけどどうかしてると思いますけどね。で安倍っていうのは先ほどお話したようにどういう政治をしてるのかっていうと明らかなんですよ。 アメリカののための政治をすするんですね。自民党の背後には東丸と米がいるそして自民党を作ったのは安倍の祖父岸信介と東丸の文鮮明そこにアメリカがいた、ねえー、自民党東丸アメリカと三位一体で動く自民党はアメリカの利益となることだけをする国民のためになることはしないその今自民党が政権を取ってるから僕たち苦しいんですよだから政権交代しないといけないっていうそういうことを真剣に思うわけですよね 安倍のこの憲法については、アメリカの、ねまあ、プラスになる、アメリカに、まあ、恩恵があるようなことをするってこと、だから日本がですね有事になる、そして憲法が変わっていると、アメリカにとって有利なんですよ。武器を日本に売れるし、どん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 アメリカが儲かるから、ただ日本っていうのは、ね、今の現憲法で国民が守られてる、国民を守ってくれてるのは今の憲法なんですよ。その憲法を変えて、日本を有事に持ち込もうとしてるって、どうかしてるでしょ、普通に。 僕は思うんですけど、だから安倍って大嫌いなんですよそ。こういった理由があるんですよ。別になんとなくとかそんなんじゃないですよ。で、なんか病気、持病を持って、ね、退陣したっていうんですけど、それもどうか知りませんけどね。で、ひとたびあの安倍がですね、退陣したんで、まあそれはそれでと思ったんですが、この安倍晋三のですね、えー、思っていた憲法改悪を、今の自民党の議員が継続しようとしてるんですよ。非常にこの考え方がね、えー、恐ろしいとしか思えないんですね。 で安倍晋三ってのは何を思っていたのかというと、憲法無視、ありえないでしょ、内閣総理大臣が憲法無視、ね、アメリカの言いなり、マ丸の言いなりです。憲法を無視して、日本の,です、ね、この平和主義というこの考え方をすべて破壊していたんですね。そして国会というのは、国権の最高機関ですが、ここでも安倍晋三というのは憲法を無視していたんですよ。有名な話ですが、国会の中で118回、虚、ね、偽答弁をしたというでたらめを言ってるんですよ。 息を吐くように嘘をつく安倍晋三ってこれが正体ですからね。国会三権分立を崩壊したのはあ安倍晋三です。安倍晋三って何をしたのかなって結構有名なんで多分皆さんもご存知でいらっしゃるかと思いますが、様々なあ売国法案を通したのが安倍です。カジノ。ね今の大阪万博ですね。大阪万博はその後のカジノ IR が本命なんですが、 おそらくここに、えー、深くいたのが安倍です。安倍、菅、あね、維新の松井、橋本、こういったものが、あねえー、こういう、ね、売国法案をどん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 する。だから大阪万博にも実はですね、安倍と菅が関与しているってことです。それ以外にもありますね。水道民営化とか、全く国民のために、えー、ならない、水道を外国に、えー、売り払う、趣旨法廃止とかね。TPP とか、日本の主権を外国にああ明け渡すとか。 残業代ゼロ働き方改革と称して、ね、国民にマイナスになるそういったことだけをするそして安倍のです、ね、大きな問題というのは三権分立を破壊したんですよ民主主義の民主主義それ自体を破壊したと言っても過言ではないんですが安倍のまあ友達安倍の関係者安倍の忖度する人間をですねいろんなところに配置する最高裁とか検察とか警察に安倍の友達安倍の息のかかった人間を配置するそして三権分立を破壊した。 これが安倍晋三の下言です。安倍晋三ってのは生まれながらにして売国奴です。祖父岸信介の満州人脈からですね、えそれを受け継いで、安倍晋太郎、安倍晋三とどん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 日本を売国、日本国民が困るようなことをしています。この岸信介のこの満州人脈っていうのは非常に問題なんですね。他にもいますが、児玉義雄とかね、笹川良一とか、そういった日本をですね、売国する人間たち、それのまあ家族、孫に当たるのはこれ安倍晋三っていうことです。 だこういうことを国民があ理解しないといけないんですよ安倍さんとか言ってる場合じゃないんですよそしてこの安倍晋三のですね憲法に関してこの許せない最低発言をしたっていうのはまその当時から言われていたんですが安倍晋三はこういうふうに言ったんですねみっともない憲法ですっていうことに対してそれに対して多くの国民が思っていたこと安倍晋三ほどみっともない政権はない 憲法をみっともないという時点でどうかしてるし安倍晋三ほどねみっともない政権最低な政権もない8年8ヶ月やっていたから、うん、だから日本がダメになったんだよこの安保法制の際に日本がですねずっと守ってきたこの、ね、憲法の解釈を閣議決定でひっくり返したんですよ安倍っていうのはねでそのね憲法が定める民主主義の手続きっていうのもそういったものを無視国会も無視 何やってんだよって話なわけですよ、国民からしたらね。だからこんな人間をいまだに支持してることじゃどうかしてるんですよ。あの、目覚ませって話ですよ。今もなお、そんなことを言って、安倍さんとか言ってる人間が一定数いるでしょう。僕はだから日本が良くならないと思ってるんですけどね。この安倍のしたことに国民が気づいておかしいと気づくべきですよ。そして今、自民党のですね総裁選が注目されてますが、 まあ僕が調べた限りですが、この安倍の考え方を継承している人間が2人いるんですね。まあ、あ誰になってもどうしようもないと思います。小泉、えーねえー、新次郎、どうしようもない。えー、小林隆之、えーど、どうしようもない、ね。河野太郎、どうしようもない、えー。石破茂、どうしようもない。高市さん、どうしようもない。ただし、この中で2人いるんですよ。この安倍晋三の考え方をより受け継いでいる人間、1人、小林隆之。 緊急事態条項が必要であると言っていました。あとですね、えー、この自衛隊を憲法の中に明記する必要があると言っていました。もう論外です。こんな人間がね、えー、自民党のそのね、えー、上になったらもう終わりです。あともう一人高いない、高市早苗。高市早苗っていうのもなぜか知りませんが、人気がありますがあ、安倍のことをやたら擁護します。安倍のミクスがいいとか、憲法を変えるとか。うん。あの、よくですね、自民党を応援してる人間がこういうことを言うんですけど、憲法を変える。憲法なんて変えられませんからね。 あ政治家は憲法ななんんででで変えていいいものではないんですよまあ最終的にはね、えー、国民投票に委ねられるっていうことなんで国民が何としても憲法改正を阻止しないと日本が有事になりますからね。九条がなくなって基本的人権がなくなるね、えー、緊急事態条項が入って徴兵制が入るこれが何を意味するのかっていうことを国民は考えないといけませんよ。お終わりですからね、えー、日本の終わりに向かってるって今状態なんですよ。それを阻止するためには この安倍のしたことがいかにおかしいのか、そして自民党はいかにおかしい方向に向かっているのか、そしてこの自民党総裁選というのは何をやっているのかということを国民が知る必要があると思いまして、えー、僕にわかる限りお話しいたしました。だからこの自民党総裁選のポスターあるじゃないですか、安倍が真ん中に写ってるって、これってものすごいことを示してるんですよ。 これから本当にまだまだ日本を売国して、日本をですねどん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 衰退していく、あるいは日本を破壊していく、そういったことを示唆してるんじゃないかと思いますので、なんとしても自民党の政権交代が必要だと思いますし、このみっともない憲法とか、このようなことを言われていて、国民が黙ってるっていうのもおかしいわけですよ。安倍晋三っていうのは過去にこんなことを言ったんですね、こんな人たちに負けるわけにはいかない、黙れ、本当、ふざけやがって。 僕はそう思いますよ。こういう話をするとですね、安倍側だとかって言われるんですが、安倍側っていうのに意味がわからないんですけど、いや、言ってることがおかしいでしょって話、別に、まあ、この憲法の話もそうですけど、このね、前もお話ししましたけど、水道民営化の話とかね、出資法廃止とか、TPP の件とか、完全に売国じゃないですか、売国の限りを尽くしたのが安倍晋三です。それを一人でも多くの方に分かっていただければと思いまして、えー、僕に分かる限り、今回お伝えいたしました。 ということで今回はここで終わります。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。